日本の放送送信所関東、甲信越地方の放送送信所山梨県の放送送信所交付送信所交付送信所は山梨県笛吹市、交付市、甲府市,甲野市にあるテレビとラジオの送信所の総称。なお、本校ではテレビ送信所が置かれている棒が峰に設置されていたジャパンモバイルキャスティングの交付中継局についても合わせて記述する。デジタルテレビ放送 FM ラジオ 山梨放送は2017年8月15日に予備免許が総務省関東総合通信局から予備免許が交付され2017年12月21日に本免許が交付24日に放送を開始した AM ラジオハット a b c 無線局免許状情報 a b c 無線局免許状等情報 ABC 株式会社山梨放送の FM 補完中継局に、予備免許山梨県域 AM 放送局の FM 補完中継局、総務省関東総合通信局報道資料2017年8月10日、ABC、YBS ラジオワイド FM90.9MHz、YBS ラジオが FM でも聴けるようになります。AM765FM90.9 ワイド、FMU ブスやまな放送、 A.B. 山梨放送に、ワイド FM の本面強行風、NNN ニュースアットザウェイバックマシン。このような送信書は、北陸放送金沢ラジオ送信書、京都放送京都ラジオ送信書、ラジオ、関西神戸送信書、中国放送広島ラジオ送信書、琉球放送の覇ラジオ送信書、ラジオ沖縄の派送信書などがある。テレビと呼ぶには、面白すぎる、の TV。 4年長で、サービス終了は IT メディア2016年6月30日2019年9月14日、閲覧。ありがとうございます。